はい、どうも中村です。普段このチャンネルはですね、僕はUberEats の配達員をやってるんですけれども、僕が実際にそのUberEats の配達をしている、風景といいますか、そういうのを撮ったりとか、まあ、UberEats の配達員は結構こうね、楽しいよみたいな雰囲気が伝わればいいかなと思って YouTube やってるんですけれども、今日は真面目な話をしてみようかなと思います。で、まあ、真面目な話なんでね、やっぱその面白くも楽しくも、まあね、その普段の動画も別におもろないでって言われたらそれまでなんですけど、まあ、今回もね、その面白くも楽しくもない話ですし、ちょっとできるだけね、具体的に話していこうかなと思うんでね、動画自体ちょっと長くなると思うんですよね。でも本当にですね、ぜひ最後まで、見ていただきたい内容となっておりますので、まあ、ちょっとずつでもいいですしね、飛ばし飛ばしでもいいんで、ぜひ最後まで見てもらえたらなと思います。で、この話をなんでするかっていうことなんですけど、僕、UberEats の配達員、もうちょうど今2年ぐらいやってるんですかね。で、2年やってて、でもこれ最初のね、もう割と、もうやり出してすぐぐらいになんか違和感というか、あれちょっとこれやばいんちゃうみたいなのを感じてまして、で、まあ、自分ももちろんそうですし、他の配達員さんとか会ったりとかしても、なんとなくやっぱりあれなんかやばいかなっていうのを感じてて、 でもまあね、その変な言い方ですけど、他の配達員さんって他人じゃないですか。で、そんな他人にね、わざわざ言うことでもなければ、まあ、ましてやこんなね、今回みたいに YouTube で取り上げるべきことかなとも思ったんですけれども、まあ、やっぱその YouTube とかになるとね、いろんな人が見るわけですから、なんでお前にそんなこと言われなあかんねんとか、いやそんなこと言われんでも分かってるわみたいなこともあるでしょうし、低評価をされるかもしれないんで、どうしようかなってね、ずっと思っ、なかなかね、言う機会がなく、2年経って、で、まあ、でもやっぱりね、2年経っても未だにやっぱちょっと気になるというか、で、まあ今ね、ちょうどいいタイミングなんですよね、タイミング的に。だから、まあこのタイミングを逃すと、また当分ちょっと言う機会がないなと思って、今回話することにしました。はい、ということで本題に入っていきたいんですけれども、もうタイトルとかサムネにも書いてある通り、今回はですね、 UberEats の配達員さん、頭皮のケアちゃんとやってますかっていうお話をしていきたいと思います。で、UberEats って言ってますけど、これ UberEats だけじゃなくて、他のね、他社のフードデリバリーの方も関係ありますし、まあ基本的にはそのバイクでヘルメット被ってる人なんですけれども、まあ最近は自転車でもね、安全のためにヘルメット被ってる方多いと思いますし、ヘルメット被ってない方も、まあ関係あるっちゃ関係あるんで、ぜひ聞いてほしいなと思います。まあその頭皮のケアっていうと、ちょっとね、年配の方向けみたいなイメージあるかもしれないですけれども、その頭皮がね、もう老化してしまってからだったら、ね、ちょっとこうやっぱ戻すの大変なんですよね。なので、そのね、若いうちから予防っていう観点でね、頭皮のケアしていくことが重要だと思いますんでね、もう、まあ、その女性の方ももちろんそうですから、まあ、老若男女問わず聞いていただきたい話となっております。で、話はね、長くなるって言いましたけど、大きく分けるとですね、頭皮が垂れてくるんですよね。老化というか、そのヘルメットとかの関係でね、その頭皮が垂れてくるのを防ぐための、そのリフトアップする用の、まあ、頭皮ケアというか、頭皮のストレッチみたいなことの話を一つと、あとはですね、その薄毛とか、まあ、細毛とか抜け毛とかですね、その辺に関係する正しいシャンプーの仕方っていうところで、二つお話ししていきたいと思います。で、まず最初、その頭皮が垂れてくるって話ですね。そのバイクにね、配達員乗ってる時間めちゃめちゃ長いじゃないですか。要はヘルメットをかぶってる時間がめちゃめちゃ長いわけですよ。で、僕副業でUberEatsやってるんですけど、それでもやっぱり家を出てからね、配達して家に帰ってくるまでで言うと、やっぱ3時間4時間ずっとヘルメットをかぶってるわけですよ。で、専業の方とかになったら多分最低でも8時間、まあ、長い人やったらね、10何時間とかヘルメットずっとかぶりっぱなしでやるわけですよ。これはもうね、もうめちゃめちゃ良くない。で、多分ですね、皆さんのヘルメットがあんまりこう頭皮に良くないイメージっていうのは、その蒸れるとか汗かくとかいうとこやと思うんですけれども、それはもちろんそれであって、まあそれはちょっとね、その後半の、シャンプーの方の話になってくるんですけれども、ヘルメットってね、重たいんですよ。まあ、その10時間以上ね、頭の上にその重たいものが乗っかってるわけですよ。そうするとどうしてもね、その頭皮に負担がかかってしまうわけなんですよね。やっぱ体も疲れると思うんですけど、体疲れてるのと同じように頭皮も疲れてるはずなんですよね。まあ、ヘルメットがね、こう上から乗っかるわけですよ。そうするとですね、こう乗っかるんで、当然頭皮もね、つられてこう下に押さえつけられていくわけですよね。で、これをもうずっとなわけ、しかもね、毎日でしょ。これ毎日になってくるとね、頭皮垂れてきますよね。で、この頭皮がですね、垂れてきて
じゃあ何があかんの、別に見えへんからいいやんって思うかもしれないですけれども、これ頭皮が垂れてくるとですね、この顔と、頭皮の皮は一枚皮でつながってるわけですから、顔も垂れてきます。だから女性の方とかでね、そのエステとか行ってお顔のリフトアップ頑張ってる方いると思うんですけれども、お顔のリフトアップすごい頑張っても頭皮がもうどんどん垂れてきてたら、これ上げても上がりきらないんで、やっぱその頭皮からリフトアップしていくことによって、逆にお顔もリフトアップしていくという形になるんで、まずはやっぱ頭皮のリフトアップ、これを心がけていただきたいですね。まあ、その頭皮がじゃあ垂れてるのかどうかなんですけれども、最初のうちはあんま分かんないんですけれども、もうほんまに垂れてくるとですね、これがこう下がってくるんで、ここにシワができてきますね。で、ここもこう下がってくるんで、この耳の上ぐらいにね、こうほんまにたるみ、触って分かるようなたるみが出てきますね。で、ここの頭の一番出っ張ってるところの下あたりもこうちょっとたるんでくるんで、この辺とかつまめたりしたらもうやばいですね。で、じゃあこれをどうしていったらいいかっていう話なんですけれども、例えば体とかだったらリフトアップするのって、筋力トレーニングとかストレッチとか、まあ、ヨガとかそういうことやと思うんですけれども、体ってこう自分でね、手を上げたりとか足を上げたりとか、体をひねったりとか自分でできるじゃないですか。でも頭皮って自分の力でって手では動かせるんですけど、なんていうんですか、自分の意識で頭皮って動かせないじゃないですか。なのでこの頭皮をですね、動かすっていうことが重要になってきます。ずっとこうなんていうんですか、バイクで同じ姿勢で十何時間やってたら、こう体硬くなってくるじゃないですか。あんな感じですよね。頭皮もそんな感じで硬くなってきちゃってるんで、固まっちゃってるんで、それを動かすっていうイメージですね。で、頭皮のストレッチですね。だからで、あえてですけど、その頭皮を揉みほぐすとか、頭皮のマッサージとかいう言葉は、使わないようにしてるんですけれども、なんていうんですか、頭いっぱいあるんですよ。で、その頭のツボを押してほぐすとかいうのは、それはまたね、別の話になってくるんですよね。それ整骨院の先生とかじゃないと分かんないんで、変なツボを押すと、逆に体調悪くなったりとかするんで、押すっていうのじゃなくて、こう頭皮を動かすイメージですね。このなんていうんですか、こうぐーっとこういう力をかけると、なんていうんですか、変なツボを押して体調悪くなっちゃったりとかするんで、この頭皮をこう指を置いてこう動かすだけ、こう軽く動かすだけですね。これ頭の上ですけどね、こう頭の上とかにこう指を置いてこう軽く回すような感じで動かすような感じ、こうぐるるんぐるるんぐるるんと、押さえずにこう、ま、もう軽く回すだけ、本当に皮を動かすっていうイメージですね。この耳の上とかも、耳の上とかこの後ろのあたりとかもこうなんていうんですか、動かすだけ、皮を動かすような感じで、基本的には全部こう上に向けて動くような感じで、下に向けていくと垂れていくんで、上に向けてこう動かしていく感じでも、あんまりこう何ですか、こうグッと擦らない、肌を擦るとやっぱそれはね、肌に良くないんで、肌を擦らずにこう動かす離す動かす離す動かす離す動かすみたいな感じで擦らないようにした方がいいですね。で、これをですね、まあそんなにね、1回で何ですか、10分20分がっつりやろうと思うとね、続かないんですよね。ほんまにね、10秒20秒とかそんなんでいいんですよ。ちょっと動かすだけでいいんですよ。その代わり、まあ、頻繁にやってあげる方がいいですね。その1回に長時間やるよりかは、もうちょっとでもいいんで頻繁に。だから僕とかでしたら、シャンプーしながらやるとか、あとなんかね、こう腕を上げてですね、こう頭をほぐすのに結構そこの腕がしんどいんで、僕はですね、寝転びながらやってますね。ね、寝る時とかにこうもう寝転びながらやると別に腕もしんどくないんで、寝る前にちょっとこうちょこ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 っとやって寝るみたいな感じでやってますね。で、ちょっとですね、抜けてるとこがあって、順番若干前後するんですけれども、その頭皮が垂れてきて、顔も一緒に垂れてきますよっていう話とですね、その頭皮が垂れてくるとどうなるかというと、髪の毛ってこう一応頭皮に対して垂直に生えてるっていうのが基本なんですけれども、これが垂れてくるとですね、
この生え方も全部こう下に向いていっちゃうわけですよね。でそうするとですね、まあ、頭がこうあってこう全部寝てきちゃうんですね。今まではこう立ち上がってこうふわっとあった髪の毛が、寝ちゃうんでこうペタッとなっちゃうんですよね。ペタッとなっちゃうんですけど、あのここってもともと鉢っていうんですけど、ここ頭の鉢が張ってるとか言いますけど、これ骨ですよね。これ骨なんでこれはへこまないんで、こういう感じでペタッとなってきて、なんか 横だけボリュームがあって上ペタッとしてるなみたいな感じになってきちゃうんですよね。でここ今までこうあったから、こうボリュームがあったからこの横が出っ張ってるのが目立たなかったのが、この上の方がペチャッと寝るようになっちゃって、ここのこう 横だけなんかすごいボリューム出てくるなみたいな感じになってくるんで、そのスタイル、ヘアスタイルがなかなかこううまいこといかへんようになってくるんですよね。最終的にはね、すごいなんかもうほんまにこう髪の毛こう頭皮にへばりつくみたいな、こうベタってなってくるんで、やりにくいですよほんまに。だからそういうことも含めて、あの頭皮のストレッチを、まあ、1日10秒でも、やってもらったらいいかなと思います。で、次はですね、シャンプーですね。あの正しいシャンプーの仕方というのをやっていきたいと思います。で、ですね、このヘルメットをかぶるっていうのは最初に言いましたけども、やっぱりその蒸れるとか、汗かきやすいっていうのもで、あのタイミングがちょうどいいタイミングっていうのを僕最初の方に言ったと思うんですけども、今ね、あの5月なんですけれども、ちょうど今からその梅雨とかがあって湿気が多かったりとかで、夏に向けてやっぱ暑くなって汗かいたりとかっていう、あの、まあ、基本的にその頭皮のケアっていうのは一年中、あの365日やってもらった方がいいんですけれども、特にやっぱり今からのシーズン気にしてもらった方がいいんで、まあ、このタイミングで、ちょっとお話ししてるわけですけれども、まあ、シャンプーでですね、よく聞くのが、そのどのシャンプーがいいかなっていう話とか、ちょっとまあ薄毛とか気にされてる方とかでしたら、その育毛剤とかどんなんがいいかなとか、そういう話があると思うんですけれども、そもそも、正しいシャンプーができてなかったらどのシャンプー使ってても一緒ですし、その育毛剤とかすっごい高い育毛剤とか使ってもですね、シャンプーしっかりできてなかったら、あの毛根の中に入らないんで、あんま意味ないんですよね。で逆に正しいシャンプーをすることで、安いシャンプーって言ったらおかしいですけれども、今そんなにね、あの悪いシャンプーあんまないんですよ。あのまあまあいいと思うんで、シャンプーの仕方を、気にしてもらった方がいいかなと思いますね。あの稀にですね、あの湯シャンって言ってシャンプー剤を使わない人ですね、お湯だけでこう流すだけで、こう一時あったんですよね、そういうのが流行ったっていうか、汚れが取れるみたいな感じのをやってる人がいるんですけど、あれもあの僕はもうめちゃめちゃ湯シャン反対派なんで、あの絶対やめた方がいいと思います。それはね、シャンプーになんかその体にあんま良くない成分が入ってるから、もうシャンプー使わん方がいいみたいな感じの話なんですけれども、もうそれ言い出したら体も洗われへんし、歯も磨かれへんし、あの何もできへんでっていうような感じになってきますし、でそもそもそのシャンプーって体の中に入るものじゃないんですよ、正しいシャンプーをすると。でもその正しいシャンプーをしてないと、確かにその体の中に入っていく可能性はありますよっていうことなんで、こう何人かね、その湯シャンでやってる人会ったことはあるんですけれども、あの本人はもうすごいなんかツヤが出ていいとか、頭皮が綺麗になったとか、もう匂いとか全然せえへんって言うんですけど、それ本人が慣れてるだけなんですよ。もうめっちゃ臭いですしね、なんか油の匂いめっちゃするんですよ。で油の匂いめっちゃするし、なんかツヤが出たって言ってるけど、それもなんか油分でギトギトなってるだけやんって思うんで、あのほんまあの油シャンはやめた方がいいですよ。ちゃんとシャンプー使った方がいいです。あと稀にですね、そのシャンプーであの必要以上に油分を取ってしまうと、その乾燥肌で良くないから、まあ、3日に1回ぐらいしかシャンプーせえへんっていう人もいますけど、あのそれはですね、もうほんまもう昔々の大昔ですね、シャンプーそんな毎日する習慣なかったんですよね。3日に1回とかの習慣やったんですよね。その時のシャンプーは確かにね、油分取りまくってその洗浄力が強いというか、そういうのもあったんですけど、最近のやつはもう毎日シャンプーする前提で開発されてますから、そんなめちゃめちゃ油分取るようなシャンプー多分ないんですよね。メンズ系のなんかこうちょっとこうスッキリさせるやつとかで、たまにカッサカサになるぐらい油分取るやつありますけれども、一般的なやつで言うとそんなにあの優しいシャンプーが多いんで、もう毎日シャンプーしてくれて大丈夫です。特にそのヘルメットかぶってますからね、
毎日シャンプーした方がいいと思います。でシャンプーの仕方なんですけれども、まずシャンプーっていうのは頭皮の表面で、髪の毛の表面、なんせ表面を洗うものなんですよね。その頭皮の中とか髪の毛の中にシャンプーが入ってしまうとあんま良くないというか、ですすげればいいんですけれども、あんまり中の方に入っちゃうとすすぎきれないんで、それが残る と、まあ肌荒れの原因とかフケの原因とかになっちゃったりとかするんで、まずそのシャンプーが、頭皮の中とか、髪の毛の中に入らないように、まずお湯でこう流してからシャンプーすると思うんですけど、そのお湯で流すやつをもうめちゃめちゃしっかりやるんですよ。要するにそのこう肌の中とか頭皮の中とか水分があったら吸い込むんですけど、その吸い込んでもパンパンになるとこまで水分をもう入れちゃうんですよね。まあ、パンパンになったらそっからシャンプーをするともう中がもう水でパンパンですから表面にしかつかないわけですよね。そうすると表面をきれいに洗ったりとかできるんですけれども、これがですね、その最初のすすぎが不十分でまだ水分を吸収できる状態になってたら、シャンプーってまあ言ったら水分じゃないですか。だからそのシャンプーを水分としてこう中に吸収しちゃうんですよね。でそうすると良くないんで、もうパンパンになるまですすぐ、まあ、時間で言うとね、ちょっとその髪の長さによって変わってくるんであれですけれども、やっぱ触ったりとかするとね、分かると思うんですよね。もう水がきっちり入ってるとか、まだもうちょっと濡らした方がいいとか、毎日ちゃんとやってたら分かるようになってくると思うんで、もうなんせしっかり、濡らす、最初の濡らすをしっかりするっていうことですね。で次にシャンプーなんですけれども、シャンプーはですね、まあ普通にね、もう皆さんずっとシャンプーはやってると思いますから分かると思いますけれども、まあ指の腹で、こするというか、シャンプーがねしっかり泡立った状態でついてたら、それが潤滑剤になってますから、まあそのこう擦っても髪とか頭皮傷まないんで、こう擦るような感じですね。でこれをあんまりこう寝かせてしまうと、こう押さえつける感じで髪ぐちゃぐちゃになるんで、こう指を立ててゴシゴシする感じですね。爪は立てずにこう指の腹でこうシャンプーする感じですね、はい。でも本当になんていうんですか、隅々までシャンプーをしっかりしないといけないんですけれども、シャンプーしっかりしないとどうなるかっていうと、毛穴があるじゃないですか。毛穴にまあ大体 1,2 本髪の毛生えてるんですけれども、この毛穴がですね、油で詰まってくるわけですよね。この油で詰まってきちゃって、言ったらそのこう出口がこう、これぐらい、本当はこれぐらい毛穴があるのが、こう油分でどんどん狭まってきて、出口がこう髪の毛生えてくる出口がちっちゃくなってくるんですね。ちっちゃくなってくると結局その細い毛しか生えてけへんようになるんですよね。でこれをしっかり取ってあげて、この出口をちゃんと大きく取っておいてあげると、そこから太い毛で、何本も生えてくる。この出口をしっかり広げるためにシャンプーをするわけですけれども、まあ大体ね、この辺りっていうのはね、シャンプーしやすいんでシャンプーするんですけれども、この辺りとかこの辺り、特に、まあ、すすぎ、最初の濡らす時もそうですし、シャンプーもそうですし、この辺りね、シャンプー、できてない人が多かったりとかするので、この辺りもしっかりやるということですね。そうそう、最初ちょっと言い忘れましたけど、ここをすすぐ時に本当にここもしっかりすすいどかないといけないですね。上からこうシャワーをこうバーってやるんで、この辺全然濡れてなかったりするんですよね、こう髪長い人とかやったらね。でさっきのですね、その頭皮が垂れてるとかいう話につながってくるんですけれども、もう頭皮が垂れ出してる人はですね、髪の毛がもう寝まくってるわけですよね。寝まくっててですね、こう寝てるんで、こう上をこするような感じでやってもね、ここのこっち側ですね、髪の毛のこの下側、髪の毛の寝てる下側ですね、ここがね洗えてなかったりするんですよね。こう髪の毛の下側ですね、根元の下側、ここの根元の下側がですね、頭皮が垂れてくるとこういう感じになってくるんでね、ここね、これをこう持ち上げないとここが洗えないわけですよね。だからこう根元を持ち上げるような感じで、こう持ち上げるような感じでシャンプーする。これちょっと、分かりにくいかもしれないですけれども、そう持ち上げる感じでシャンプーするでとですね、僕はですね、これ使ってますね、スキャルプブラシで、これはですね、
モコタのスキャルプブラシですね。これもう何年も愛用してますね。これでこうちょっとこう持ち上げるような感じで、シャンプーしてます。でこういうのはね、結構いろんなところで売ってると思うんですよね。いろんなところで売ってると思うんで、使ってる人もいるかもしれないですけど、こういうので注意点で言うと、これシリコンみたいな、かシリコンなんかな、柔らかいんですよ。全然痛くないんですよ。全然痛くないんやけど、めちゃめちゃ尖ってるんですよね、これ。めちゃめちゃ尖ってるんで、しっかり毛穴の汚れは取ってくれるんですけど、頭皮は痛めないっていう感じなんですよね。ただこれもう一個あるんですけど、これ安いやつなんですけど、これもうバチバチのプラスチックなんですけど、これもう一回使ったけど、もう痛くて使えないです。こんな、このこれは硬い素材で尖ってるやつって頭皮を痛めるんで、こういうのは良くないですね。これはちょっともうどこのメーカーかもわかんないですけれども、はい、こういうのはあんま良くないです。で、硬いのも良くないですし、なんかこの先がなんか丸くなってるやつとかもあるんですよね。ふっとくて丸くなってるやつ、それはまあ頭皮は痛めないですけど、根元は洗えないんで、あんまりそれも良くないですね。だからこう柔らかいけど尖ってるやつ、もう一回言いますけど、これモコタのスキャルプブラシですね。これがもう最強ですね。まあこういうのを使うとですね、簡単にその根元の毛穴の汚れをしっかり取れるんで、ロングの人とかでもね、いいと思います。ロングの人ってやっぱ難しいんですよね。髪の毛が重たいんで、根元を立ち上げて洗うって難しいんですけど、こういうのあると、簡単にできると思います。で、まあそれでシャンプーしたら、次またすすぐわけですけれども、すすぎも、最初に濡らしたのと同じように、もうしっかりすすぐっていうことですね。この時にシャンプーが残ると肌荒れとか、ほけの原因とか、その毛穴に、またシャンプーのその残ってる分が固まって詰まっちゃったりとかするんで、もうつけたシャンプーはもうしっかり流すっていうことですね。で、途中で、なんかガシガシなってくる時あるじゃないですか、安いシャンプーとかやったら。でガシガシなってきたら、ちょっとリンスとかつけてあげて、さらに流してあげるといいですね。であとはですね、濡れてる状態であんまり置かずにですね、シャンプー終わったらすぐに乾かすっていうことと、で乾かす時もですね、根元を立ち上げるような感じで乾かしてもらったらいいかなと思います。ブラシがですね、僕はこういうの使ってますけれど、こういうのでも根元から、地肌をこれ別に地肌当たっても痛くないんで、なんかまあ根元をこう立ち上げるような感じでブラシしながら乾かしてもらったらいいかなと思います。どうしてもそのまま自然乾燥にすると、こう髪の毛寝ちゃう状態になっちゃうんでね、できるだけこうブラシで乾かしてから寝るようにしてもらった方がいいと思います。まあそんな感じでですね、頭皮のケア、皆さんやってみてはいかがでしょうか。これね、本当にですね、やってる人とやってない人でね、将来的にだいぶいろんなことが変わってくると思いますのでね、ぜひきっちりと、頭皮ケアしていただけたらなと思います。またね、普通の配達動画出していきますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。